まずラムザイヤーアンダーバー932で Google 検索しますすると PDF の文章が出てきますこれをダウンロードしますそして次は Google ドライブにアクセスしてこの PDF ファイルをドラッグドロップしますでこれを開きます でさらに Google ドキュメントで開くってすると Google ドキュメントに変換されますそしてえツールで、えー、ドキュメントの翻訳機能を使うとこれで、まあ、もちろん翻訳先は日本語を選んで翻訳ってすると文書のコピーが作られてそれが翻訳された状態になります 自動翻訳なので、まあ、ちょっと日本語おかしいですけど、今はねディープラーニングでかなり技術が発達しているので、もうそこそこ読めます。もう英語なんてね勉強しなくていいかもしれないです。この内容について概要を解説した記事の URL を概要欄に書いておきますので、ぜひそちらも読んでいただければと思います。